15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、はーい。いや、絶対いや。エアリス。君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は
本当なんだろうと思ったよ。